えー、こんにちは。速可塾の久保です。えー、ビットコイン、イーサリアム、体の絵だというね、えー、暗号通貨のトップ3がかなり勢いを増してきております。まあ、ここに来てですね、今買えば儲かるよ、みたいなね、えー、儲かるためにはこういうふうに買ったらいいよーっていうふうなね、多分、情報も乱れ飛んでると思うんですよ。まあ、私はね、見てないんですけどそういうの。 えというのはね今回どうやって暗号通貨で稼ぐかってことなんですけどもすでに今の状況では手遅れってことを最初に申し上げておきます今ビットコインの価格9月3日の朝5時の時点で540万円をつけてるんですけどもここから540万で買ってねじゃあいつどのぐらい儲けるんですかって話になっちゃいますえ奇跡の1000万に行ってもまあでもね倍になるぐらいなんですよ ね、これはねリスクリワード的に非常に分が悪いんですよね下がる可能性もあれば上がる可能性もあるときにこのねいわゆる500万円を大きく超えたときに買ってじゃあこれが、まあ、仮に倍になるにしてもね1000万円ぐらい値をつけるにしてもそれよりも400万円台に降りちゃう要するに損をする可能性の方も残ってるわけじゃないですかでイーサリアムもそうなんですけども40万超えたからって言って今喜んでねイーサリアム注目してる人はもう手遅れなんですよ 体の間に至ってはもう本当に大手遅れですよねだからねここまで来ちゃうと今から買うのにはリスクが高くなるんですよでビットコインの価格なんですけどもちょっと前ですよほんの23か月前ちょっと振り返ってみてくださいよ300万円だったじゃないですか400万円を割って360万とかつけてましたよねでその時に買っていれば今倍とはいかないんですけども1.7倍ぐらいになってるんですよね 1000万になった時にまあ 2. 数倍とか3倍近くになるわけじゃないですかでイーサリアムにもそうなんですけどもイーサリアムも実はね数か月前に20万円終わっていたわけなんですよまあ20万円前後ウロウロしてた時期があるんですよ今すでにその時買っていれば倍になってるわけでしょつまりね取得単価が全てなんですよこういった投資事って上がったから買うんじゃ高値掴みなんですよじゃなくて下がったから買うんですよね だから逆に言うとですねイーサリアムに関しましては20万円を数ヶ月前に切った時に買った人がいるから今の価格まで上がってきてるんですよビットコインも400万円を割った時に仕込んだ人がいるから今500万円になってるわけなんですよだからね値下がった時に買わないから儲からないんですよ逆に値段が落ちたら慌てて売っちゃうでしょあ行動が逆なんですよねで儲かるわけないんですよ安く買って高く売らないと で、多くの人が損した、損したって言ってるのはなんでかっていうと、高く買って安く売ってるんですよ。単純にこれだけなんですよ。これ以外に考えることって別にないんですよね。なのに、人の情報を追っかけていくと、今ビットコイン上がってます。今のうちに買っおきましょう。イーサリアムこれからも上がると思うんで、今のうちに買っおきましょう。みたいなね。あの、もう遅いんですよ。うん。だから、ターゲットどこに設けてるか。ビットコインに関しましては、8月に500万。これ1点なんですよ。だから、8月までに、 500万円を割っていたら買えばいいし500万円を超えたらもう買ってはならないしっていう感じですイーサリアムもそうですよねイーサリアムっていうのは私は期限はちょっとわからないんですけども近いうちに100万円いくと思うんですよねですんで40万50万といってもまだまだ安いとは思いますけどもでもねでもイーサリアムに関しましては20万円前後だった時期が長いわけですよもうちょっと前だと10万円切ってた時代が長いわけですよ その時にイーサリアムの可能性が100万円近くにあるっていうふうに気づいてないといけないんですよね。これが投資なんですよ。さすがにイーサリアムが2万3万の時に100万に気づく人いないと思いますけどもそっからじゃあ10万とか20万になった時に何でねそれが10万20万になったのかってことを気づかないといけないんですよ。それはこれから値が上がるだろうというふうな情報とロジックをきちんと受け取った人がですねえじゃあ30万円超えるまでに買っとかないとねと。 20万を超えるようになる前に買っとかないとねっていうふうになってるから2万円台から10万円台10万円台から20万円台になってるわけなんですよねだからその時が仕込み時なんですよでカラダネに関しましてはカラダのはプレセールで買った人がずっと悶々としてた時代がありましてで、えー、日本で上場するってことが情報が入ってきましたよねでその情報が入った瞬間に私をはじめとして YouTuber の方はカラダネは日本に上場だみたいなね YouTube 放送をしたじゃないですか YouTube 放送したってことはその前に私たちは仕込んでますからね。まあ、私に関しましては新規で買うことはありませんけども、プレセールで買ってるからこそ、体の間にいい情報があったらどんどん流したいんですよ。で、どんどん流すと何が起きるかっていうと、その情報を当てにして、体の間買う人がいるから値段がもっと上がるでしょ。で、それをどんどん繰り返してるだけなんですよ。だからね、最後にす救いのようなことを申し上げますけども、 ビットコインを500万円前後で買っちゃったよ。イーサリアムも今週買おうとしてるよとか、カのダネイラー今買おうかなと思ってるよって方、買うのはいいんですけども、買ったと同時に、好情報を発信する、まあ、義務とは言いませんけどもね、そういった必要性が出てくるんですよ。そうすることによって、売り手が減って買い手が増えるっていう流れを起こしていかないと、自分の購入した通貨以上に上がる可能性は非常に低くなるんですよね。まあ、だからホルダーの 100人が100人、好情報をバンバン流したら、もっと売れますからね。買ったことがない人が参入してきますから。だから本当に値上がるって流れができるんですけども、なぜかね、うん、買った人ってあんまり情報発信しないですよね。もちろんそれは自由なんですけどもね。ただ私に関しましては、プレセールで買った時に、思いましたけども、これ上場して多くの人が買ったら儲かるよねって話、それ単純に思うじゃないですか。だったら、上場した時に、 皆さん買ってくださいっていうふうに、少なくともいい情報をね、広めていくこと。まあ、それが必勝法だと思うんですよ。で、ビットコインに関しましては散々パレってきました。100万円を超える前に買っときましょう、みたいなことはね。で、その時に買った方いかがですか、今。5倍以上の値をつけて、うわうわなってるんじゃないですか。当然ですけども、ビットコインが100万円以下の時って、100万円で1ビット買えるから、まあ比較的買いやすかったですよね。でも今、1ビット買おうと思ったら、 ちょっとした根性いるんじゃないですかイーサアムに関しましても同じですよ。7月にガス代が安くなるからっていうので、散々散々私もお話ししてきました。20万円台に入る前に、だからね、20万円を切ってる段階で買った方っていうのは今、ほっと胸をなでろしているところだと思うんですよ。で、これが私の最終ターゲット100万に向かうっていうことですから、まあ、100万まで、までとは言いませんけどもね。それこそ今、購入単価ぐらいは決済してね。 で、残りは余剰資金で様子を見るみたいな余裕を持った投資ができると思うんですよ。体の間もそうですよね。体の間、私は10円に達しない時に多くの方に購入を勧めてきました。5000円、1万円でも買っておきましょうよと。それが2017年のことだったと思いますけども、いかがですかね。当時、2円とか5円とか、7円とか、10円で買った方。で、ね、今、あ買っといてよかった、になったでしょ。もちろん私は情報を流しただけなんで、 多少のお勧めはしましまたけども、私に断りを入れて買う必要はないわけですからあとはもう自己判断になりますけどもねでもその判断のセンスの良さが今の富をもたらしていると思いますしこれからも富をもたらしてくれると思いますちょっとおまけでリップル言いますけどもリップルは私は190円の時に売却を皆さんの目の前でしましたあそして同時にリップルの決済をされた方もたくさんいたと思うんですよおかげさんでおかげさんでというかね そんな流れが起きたもんですから他の有効な投資家さんもあの190円で一斉に売ってるんですよ。だからあそこから100円台までね、ドーンと下がってきて今上がったとはいっても138円でしょ。多分190円とか200円の水準に行くことは当分ないと思うんですよ。だからベストのタイムで決済してるわけなんですよね。で、リップルの購入単価ってのはまあ42円なわけですよね。だから軒並み揃って50円以下で 私は買うことをお勧めしてたんで、それが4倍ぐらいになればね、十分な利益だと思うんですよね。えー、ということでね、大量買いしたリップルはまずう離脱をしてですね、で、これからは大量買いしたイーサリアム、次にビットコイン、最終的にカルダノを売却すると。うん、だからカルダノを売るのはね、もう10年先とか20年先になると思いますけども、イーサリアム、ビットコインは私の理論だと近々売ることになると思います。うん、年内かね、来年明けぐらいに。 るることとになると思いますんでその時に似たような考えの人が決済すればまた値段がね落ちてまた押し目を作ってくれるんじゃないかなと思うんですよそういう時を狙ってどんどん買うようにした方がいいんじゃないかなと思います、えー、投資家さんねいろいろいますけども買う水準と売る水準っていうのがたい読めるようになってくれば、あのー、後追いで買う人もね押し目とかあー売り戻しとかそういったものが狙えるようになってくると思いますんで活用していただければと思います じゃあ本日は以上です。